はい、のりです。動画ご視聴ありがとうございます。本日は8月の8日です。現在はですね、もうあとは実るのを待つばかりとなっておりまして、本日ですね、畑を少し回ってきましたら、はい、ございました。まあ4つ、まあ実際にはね、すみません、5つ、これちょっとね、だいぶ発れがひどいんですけども、5つ実ってました。まあ、ちょっとね、綺麗な並べますけど、もう少しね、ちょっと詳しく見てみますか。これの方がいいかな。はい、こんな感じです。いい色になってますね。これもいい色になってます。ちょっと裏がね、まだ青いかな。少し固めです。少し早かったかなっていう感じですけど、ただ明日まで置いとくともうダメになりそうだったので収穫してみました。で、重さの方ですね、せっかくなんで測ってみましょう。よいしょ、見えてます。はい、これが一番重そうかな。ゼロになってない。ゼロになってますね。はい、152g ですね。これはこっちの方が大きいかな。あのね、146g、 これは軽いですね。127で、これが一番重たいのかな。142でしたね。ってことはこれが一番やはり重たかったですね。うちの部会でいうとどれも 3L 以上かな。127を超えたら違ったかな。127以上全部 3L なので、あ、違う、1個これもこれ 4L ですね。150超えちゃってるんで、147だったから、140いくつ超えたら 4L なので、これはもう 4L サイズですね。これが一番大きい。ということでですね、一つ割っていきたいと思います。ちゃんとなっているのかなということで、今年の初物ですね。うちとすればこれ良さそうですね。いや、これもいいな。どうしよう。じゃあどれか一つね、割ってみます。とりあえずこれ割ってみましょうか。どうなっていますかね、中は。じゃあ包丁持ってきたんで、包丁で割ってみます。はい、こんな感じですね。いい感じになってるんじゃないでしょうか。はい、ちょっとね、せっかくなんで4つに割っちゃおうか。こんな感じ。はい、ではですね、実食していきたいと思います。どうしようかな。これから食べようかな。こんな感じでね。じゃあいただきます。先日のですね、ちょっとやっぱ大雨の影響が出てるんですかね、ちょっと水っぽい。まあ、イチジクのですね、香りはしますが、もう一個すいません、食べますけど、しっかりね、イチジクの味はしますが、ちょっと水っぽい。味薄めかなっていう感じです。でもこれで私、はい、75日寿命が延びます。まあ、結局全部食べちゃうんですけど、美味しいな、やっぱりな。はい、見事にですね、一つ食べました。美味しいですね。じゃあちょっとこっち割ってみますか。これね、ちょっとハスレ出てますけど、これ綺麗に割れてますね。いい感じに。ちょっとね、見ての通りね、ちょっとまだ青いんで、ちょっとまだ早いかなっていう感じですね。ちょっとでも割ってみましょうか。こうか。ああ、ちょっとやっぱり早かったかな。まあ色はついてますけど、ちょっとね、やっぱこの辺ちょっと薄いかなっていう感じですね。はい、こんな感じですね。じゃあこれも一つ。
食べてみます。うん、あ、こっちの方がイチジクの方がしっかり出てますね。うん、ちょっと固めではありますが、味的には先ほどのよりも濃いですね。風味があります。なのでイチジクらしいですね。この粒々感すごく出てます。うん、美味しい美味しい。うん、いい感じじゃないですかね。あ、ちょっとね、やっぱこの根元の方は味が薄いな。うん、はい、残りね3個ありますけど、これはねお昼のデザートとしてね家族でいただこうと思います。まあ、初物なんでね、徐々にですが実り出したというところの今回は報告になります。はい、動画をですね最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画は以上になります。